次を、あ、こっから本番ですね。はい、本番ですね。はい、じゃあ次僕書いていきましょうかね。はい、じゃあ逆回しで。はい、どうぞ。残り物が行く。はい、じゃあ見てください。はい、はい、せーの。ほう。なんで笑ってる、なんで笑ってる、はい、じゃあテロップ出しますんで、はい、はい、はい、じゃあいきますね、よーい、さこれイケメンの萌田さんだと思ういや、やったことあります、あります、ああ、あるよ、ありますか、いつ頃やりますか、いや、まずやったことある、あるはずですね。ああ、やった？俺やってましたよ。いつ頃から？結構でもやってましたね。いまだにたまにやるし。いまだにたまにやるし。いまだにたまにやるし。あんまやった記憶ないな。どうやってやりました？どうやって？どんな時？もうこれは子供の頃から。それはね、いきなりこうギュッといきましたね、ギュッといきましたね、ギュッとギュッといきましたね、なるほどね、はいはいはい、そうですね、まあでも俺はさっき濁しましたけど、子供の頃からやってましたよ、俺も、子供の頃からやりましたね、これ、子供の頃の方が多いかもしれない、ああ、そうだね、そうかもしれないね、まあでも、それこそ、いやいやな。それこそね、なんかこの中に多分得意な人いますよね。多分ね、これ。クラスに得意な人いました？あ、いた。いた、いた。あ、いました。いた。いたね。すっごい、突出してうまい人がいたんですよ。あー、いたいたいた。こだわる？材料とかにこだわってました？材料にこだわっていたんですよ。そう。でも、なんかやる人がいろんなものでやったりしますよ。どんな、例えばどんな、例えばどんな、何製までいけるんですね。私がどんな時にやります、俺ですか、俺は、なんだろうな、結構暇つぶしでやってる、暇つぶしでやってる、ハンビューみたいな感じ、河原で夕焼けを見ながら時間帯はありそうな、時間帯は別にいつでも暇な時ですよ、暇な時に、どこでやるんですか、結構どこでもやる、例えばどこでもやる、どこでもやるどこでもやる、どこでもやる、本当にどこでもやる、本当にどこでもやる、火山の火口前とかは全然やる、やるやる、前もやる、その前に火山を見る、どうですか、全然どんな時やりますか、どんな時、まあ暇つぶしはそうですけど、それこそ自粛期間中とかも、ああやってた、たまに、全然やらないな、本当に暇な時は、材料にこだわるって何だろう、材料ですか、私が知ってる範囲、私が知ってる範囲は知り合いでも何でもないですけど、金属とかに、ああなるほどね、俺の家が結構ハンダーとか使う人だったから、結構できたりとかやってましたね。そういうので、なんかちょっと他の人より特殊には作れた。ああ、なるほど。そうそう。ハンダーでくっつけたりするんですか？そうそう。ああ、なるほど。それはなんか有利な点とかあるんですか？いや、別になんかその、来れるっていうだけですね、単純に。ああ、こだわりの、こだわりの、あ、来れるってそっちか、何が来るの、ああ、違う、その、凝って作れるこれは人にあげますか、これは人、あげるときも、あげるときも、あげますか、あげるときもありますよ、だそれこそ俺は結構だからちっちゃい頃作ってたから、だからそのあれですよ、作ってたから、なんか他の人たちがなんか教えてとか欲しいとか言ったら教えてはありました、全然習慣がない、それこそ子供の時だけですね、あ、本当に、確かに大人になってっていうとそこまで
あ、そうだね。うん、かもしれないですけど。習慣の違いなんですかね。うん、家族とかも作ってたりしましたか。俺は家族は、いや、教えてもらった感じはするけど。あ、特に大きいのとかちっちゃいのとかこだわりありますか。うん、こだわり、なんかちっちゃい方がいいっていうのも聞いたことはありますよね。うん、なんかこうそういうのはある。なんかその技術的にすごい。そう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 。ああ、そうそういうことか。なるほどね。っていうのは聞いたことある。うんうん、ありますね。どうですか。そろそろ。結構時間が。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。これはちょっと難しいですね。これも同じ見えますけどね。この後同じだなと思って。みんな、あの、大丈夫ですか？質問とか大丈夫ですか？ね、他には。色のイメージは？色はそうね。まあ、でもいろんなやつあるけど、まあでも、銀っぽいのもあるし、だから、そのところにいろんな色がある気がします。色のイメージは？色のイメージは、そうですね。でもどちらかというとはっきりとした色の方が多いイメージ。はっきりとした色、あ、でも淡い色の方が多いのかな。うん、淡い色かもしれないです。ごめんなさい。かもしれない。なんだろう、和風とかですかね。あ、どうだろう、和風なイメージ。和風か。洋風ではないね。洋風ではないですね。あんま見ないですもんね、そういうの。洋風でこのままない。それは何を、友達と、あ、違う、友達と何を友達と競うみたいなことですか。うん、ありますよ、そういうの競うって。かやさんとか、うん、技術か、技術か、どんだけ掘れるかみたいな。俺は結構技術かもしれない。こんな細かくじゃない。そうそう、技術くらいじゃないですか。まあ、あとはだから知識だろだろ。もういいや、わかった。はい、はい、はい、というところで、はい、はい、一問目を挙げましょう。はい、一問目を出してください。せーの、ドン。ね、俺も多分社長は一緒なはず。一緒だよね。俺は結構ごまかしたけど、多分社長は分かったと思う。はい、じゃあ和菓子くんと夏美さんが森田さん。そうですね。はい。で、社長と森田さんが夏美さん。そうですね。はい、じゃあどっちから？あ、じゃあ社長と森田さん。少ない方から。少ない方から言った方がいいですか？あ、だけど二人一緒に言わないといけない。あ、そうですね。はい。じゃあ二人一緒に。森田さんを何だと思ったか。二人。はい、この2人が俺を何だと思ったのか。はい、せーの、 DIY。 折り紙 DIY。 うん、はい、じゃあ俺と社長がなっちゃん、はい、何かっていう、はい、せーの、折り紙。あ、そう、折り紙のところ俺迷ったんですよね。俺淡い色だって言ってたから。ちょっとそれはあったんですよ。シルバーあったんですよ。森田さんは何て言ったんですか。折り紙です。折り紙、はい、社長は折り鶴って言ったんですね。はい、じゃあ、答え合わせ。はい、じゃあ、僕からいきましょう。はい、紙飛行機でございます。紙飛行機。折り鶴です。よし、2ポイント。よし。いや、あのさ、シルバーって入れて、はい、しかも金属って入れて、はい、あ、金属こっちはね、なんだろうな、これと思って。そうそう、これは、あれは、あのね、だから、その、あの、あれで言う、あの、人狼ゲームでいう狂人の役割をしたんですよ。はあ、俺もしかしたらあれかもしれないですよっていう、ワードウルフかもしれないですよっていうのを匂わした。そしたらどういう反応するかなと思って。いや、これさ、だから男の人イメージか女の人イメージか行こうかなと思ったんだけど、それ行くとあれかな、まずいかなと思って。だって紙飛行機は絶対男の子じゃん。そうですね、はい。だからそこで悩んだ。俺はね、社長が結構ギュッとしたじゃないですか。あの時に多分この人は一緒と思ったんですよ。そうそうそう、多分この人は一緒。技術、何を競いますか。うん、技術と距離あるよねっていうのはずっと思ってたから、この人は多分一緒なんだと思ってたから。俺、自分だけ紙飛行機でみんな折り図だと思ってた。金属使ったりとかするし、コリンって言ってたからは、多分最高真っ赤いから鶴だなと思って。俺の狂人さんだって。俺だけ紙飛行機だと思ってた。